バルター・クリスタラー、バルター・クリスタラーは、ドイツの地理学者、都市学者。都市の機能性について論じた、中心地理論を提唱した。ドイツ・シュバルツバルト地方の小さな町ベルネックで生まれる。父エルトマン・ゴット・ライヒとその父ヨハン・ゴット・リーップは、聖職者で、母エレネは著述家であった。小さい時から地図に興味を持っていたという。当初は、哲学と政治学を学んでいた。 第一次世界大戦後、1921年に結婚、建築現場や記者として働いた。1929年からエアランゲン大学に入り、経済学、地理学を習得。地理学者、ロベルト・グラートマンのもと、経済学的、統計学的な手法に関心を示す。アルフレート・ベイバーの工業立地論にも触発され、 地理的空間にもこうした数学的な理論的な法則性を求めようとしたのがクリスタラーの地理学の出発点であった。このような姿勢から生まれたのが都市の立地と発展である。この著作はクリスタラーを著名にしたかの中心地理論についてとその理論を南ドイツの都市において自身が実際に調べ検証した成果の集大成である。 1933年のことであった。こうした数学的な理論的な地理学に対して、当時のドイツの地理学界の反応はかんばしくなかった。あまりに数学的な手法であったためである。これが、都市地理学の重要な理論であることが認められたのは、アメリカにおいてであった。クリスタラー自身、海外での評価を得る晩年まで、 ドイツ地理学のアカデミーの領域から歓迎されることがなく不遇な扱いであった。しかし、中心地理論を発表した以降も、クリスタラーは自分の理論の応用に熱心に研究を重ね、ベルリンの都市機能についてなど都市空間の機能的な研究に勤しんでいた。70を過ぎた晩年になり、やっとドイツやアメリカなど各国から評価されるようになった。そして彼の功績は、 クリスタラーの没後になってからも、その評価と影響は大きく、現代の軽量地理学において、重要な人物として認識されている。1969年に76歳で没。ありがとうございます。